左翼安倍首相の車列を襲撃本日、首相官邸前にて、安倍首相の車列に向かって歩道から飛び出した男が、警察官に取り押さえられたことが明らかになりました。男は、安倍首相に対して抗議するためだと主張したようでございますが、この男による襲撃は、今回が初めてではなく、2月3日の夜にも発生している模様です。 こういった政府の閣僚がですね、乗っている車、総理大臣の場合は、ある程度の防弾化がなされておりますけれども、その他の閣僚については、通常の車が、自動車が使用されており、防弾化すらされていないという問題がございますので、政府には最低限国内の 暴力団などの反射が自動小銃や対戦車ロケット砲で武装していることが確認されておりますのでそういった自動小銃や対戦車ロケットを防ぐことができる程度の対策を施した自動車を用意していただき総理大臣や閣僚がそういった車に乗って安全に 移動できる体制を整えていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました